にあの人口密度がステージ上高くなりましたけど、よろしいでしょうか。よろしいですね。じゃあ、セットオールスターズの皆さんで、thank you.
最高。飲んでますか。全員最高。絶対オールスターです。おい、しいブドウの旅へようこそ。やっと全国ツアーが終わりまして、ここジッパルホールに戻っているということができました。やっぱりいつものやついきますか。アリー準備 OK？ OK です。いいですか、いいですか、スタンドもいいね、ないけど OK。 アリーナースタンド宮地がキー、違うということで、楽しく今日はやってみたい。バンバンバンはですね、1986年ですね、4月にリリースですね、あのハラボーが3級で限定1年のバンドで、スキップビートとかメリークス、あとまだ歴史言った方がいいですか。たけし軍団がフライデー編集部に殴り込みました。アイドルの岡田由紀子がちょっと、まあ、そういう時代。もう一個大きいやつですね、私が就職をしたんです。30年になりました。なぜ今ここに立ってるんだろう。ミシンパーソンはあのブドウのアルバムを持ってる人乗ってね、まあいいんですけど、あのちょうどあのお隣の国のですね、ちょっとラチが大事だったんですね。まあいい歌ですけど、聞いてみました。それでは次行きたいと思います。サピエド
ますか？ジェイ。ジェイ・テンビンの CM ソングの武井絵美ちゃん。アルバムの3曲目がいい歌でございます。ということで、次はですね、ものすごくノリのいい歌できました。金曜日の夜に泥酔して、蓮の池にはまって死にそうになったんですね。歌詞をちゃんと聞いて。さあ、みんな立っていきますか。いいかい？レッツゴー、銀河の星屑。ワン、ツー、スリー、フォI'm not afraid to die.
ありがとう。
ちょっとプレゼントもらえたら今日はこの前できるのでちょっと一回座りましょうかちょっと、時間かと思って、チケットもらえたチケットあの番号あるかなちょっと、最後にあの抽選で言ってましたけどちょっと個人的に、プレゼントを持ってくれました今から発表する番号をお持ちの方にブドウのアルバムの CD を差し上げます番宣ですか大丈夫ですか、桑田さんの誕生日がですね、2月26日なんですねで私個人的に226なんだけど、ね、4月26日なんで26と24を足すとわからんせーの50持ってる人お50総立ちでいきましょう。よろしいですか。さあ決めちゃうよ。じゃあ行ってみよう。みんなの歌。